はですね、ヴァンヘーレンのイラプション。イラプションという曲を弾いてみたんですけれど、ライトハンド非常に難しいです。で、超むずい。で、この曲のライトハンドの一番、私自身が最も苦手なところがありまして、最後ですね、ここが早くできませんって、この一個下がったり上がったりのこっちのタイミングと、タイミングが途中で分からなくなってしまって、タイミングが合わなくなります。まあうまく弾ける人は弾けるんでしょうけど、これが非常に難しいというお話なんですけれど、まあライトハンド、まあ、全般的に難しいというか、もうちょっとうまく弾けるようになって、またチャレンジしたいと思いますが、これ意外とこのところ意外と練習してるんですけど、なぜかタイミングが取れないし、まあ、ゆっくり難しいですね。ああ、なんでできないんだろうって感じですね。これもうちょっとこうスムーズに弾けるようになったらまた挑戦したいと思います。今日はヴァンヘーレンイラプションという曲のライトハンドが難しいというお話なんですけれど、でしたけど、これは どうしてこれが うまくタイミングが合わないのかが、というのをちょっと課題にまた頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は以上になります。